きげんよう。ごきげんよう。遅くなりましてすいません。リサさん、ここを手伝ってくれるかしら。はい、今行きます。よし、頑張らないと。今日はミヤさんのおかげで随分進みがいいわね。それに仕事も丁寧でとても助かっていますわ。あ、リサさん、ここ色が間違ってるよ。え、あ、ごめんなさい。すぐやり直すから。どこか具合でも悪いの？さっきからずっとぼーっとしているけど。大丈夫です、元気だから。本当にご迷惑をおかけしました。それならいいけど。違うのよ、ちゃんとやってるかどうか監視してるのよ。別に見とれてるわけじゃないんだから。リサさん、どうしたの？はわわ、なんでもないわ。うん、そこにある定規取ってくれる？定規ね、定規。はい、どうぞ。ありがとう。本当に何やってるのかしら、私。皆さん、お疲れ様。今日の作業はここまでです。一番最後に出る人は照明と鍵を忘れないで。お疲れ様。まあいい、帰ろ。終わった途端に元気ね、レオは。皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。昨日のこと、ナナミから聞いたわ。あなたとミヤさん、何か揉めているみたいね。それは、その、すいません。皆さんにご迷惑をおかけして。謝らなくていいのよ。そのぎこちなさ、恋の始まりみたいで、いいわね。かわいい。は？あなた、もっと自分の気持ちに正直になった方がいいわよ。私はいつも自分に正直です。そうかしら。うん、ユナ様、お先に失礼します。あら、リサさん、もっと話しましょうよ。でもユーナ様、ひょっとして二重人格？はあ、あんな風に話を切り上げてしまって悪かったかな。
こんなに。キス。私はミアとキスしたかったの？自分の気持ちに正直にか。まさか私、ミアのことを？これって恋愛？本気で彼女を好きってこと？違う、違うわよ。私には恋愛なんて。私にはきっと無理よ。あの人の娘なんだから。どう？準備の方は進んでいる？あ、レナ先生。確かここの代表は松原さんに決まったのよね。どんな感じかしら？はい、残念ですが少し遅れ気味です。あら、そうなの？連日放課後にみんなで集まって進めてはいるのですが、学校でできる時間は限られているので、なかなか厳しいですね。一生くらいなら家に持ち帰ったりもできますが。それ以外のことが遅れちゃってるんだよね。ええ、本当に困りましたわ。誰かの家を使わせてもらうという案もありましたが、人数や時間を考えるとご家族の迷惑になってしまいそうで。要するに時間と場所が足りないってことなんでしょ？はい、その通りです。わかった。じゃあとっておきの場所を提供してあげる。え？そうね、今からすぐみんなに案内してあげるから。先生、それってどこですか？それはね、来てからのお楽しみ。